やったか30の最後ここはまた昨日と違うな。マジなボラゴ300개넣은데요저쪽절투못해가지고일단これで레인보우케이자오징어요오징어튀김완전바삭해오뎅을이렇게떡에다가싸서아チャンネル登録よろしくね韓国関連チャンネルのアイコリアユーです。皆さん韓国旅行といえばソウルのミョンドン、ソンスドン、DDP などがありますけども、釜山旅行で何ができるのかご紹介したいと思います。釜山旅行にこだわらずソウルでもできることもあるので、ぜひ参考にしてみてみてください。今回は3泊4日の釜山旅行で、ホテルは南浦洞の方に取りました。今回の韓国旅行でやってみたいと思った20個のうち1つ目はこちら。韓国人の会社員が毎日カフェイン摂取しているというアイスアメリカーノを韓国のお店で注文してみることでした。韓国のコーヒーショップではアイスアメリカーノがとても安くて、1杯1000ウォンから1500ウォンぐらいで購入することができます。オンマおすすめのヘーゼルナッツコーヒーも注文してみました。1杯3300ウォンと日本に比べても安めですね。ソウルで言えばミョンドン、釜山で言えばビップ広場があります。食べ歩き屋台やショッピングモールなどいろんなお店がずらっと並ぶので、ぜひ参考に見てみてください。このビップ広場で一番有名なのはこのシアホットク。ひまわりの種やアーモンドなどたくさんのナッツ類が入ったホットクが有名です。ビップ広場の周辺にはウィンドウショッピングするようなお店もたくさんあります。釜山現地の20代の女子やカップルがたくさんお店に入っていたので行ってみたいと思います。
ほとんどのメニューは1個3900ウォンで3つで1万ウォンという価格帯でした。今ウォンの対比を考えると1万ウォンが1100円ぐらいですかね。席のところとかさ、結構790円とかが多かったんけど、うん、ここ390円や、ほとんど。え、めっちゃ可愛い。プレゼントでもよくない？うん、え、どうしよう。なんかあんまり日本にないやつとかが可愛い。韓国にはスマホショップやスマホケースのお店がたくさんあるんですが、そちらよりもこのお店の方がグリップトックのバラエティも豊富で、価格も安くおすすめです。ルセラフィムのチェウォンが使っていたといって人気が出ているこちらのグリップトックもありました。これも全部グリップトックやもんな。種類多いな。風前絶後のまたあのフロックスブーム、かわいいの多い。かわいい。1個150円ぐらい、うん、羊の上手。立体的な韓国のお酒系もあるな。光るらしい。だってあれこれはあそこだって光るな。だってえ、すごい。マリオ。結構大きい。うん、韓国女子はロングヘアが多いからか、ヘアクリップも大きめのサイズがほとんどで嬉しいですね。ちぎれるけど、それがないのがいい。ここまあまあ派手やな。アイドルやん。子供用にかな。子供ならつけるもんな。1000円。これなんぼや。これで800円やったらかわいい。かわいい。リップ広場の周辺を歩いていると、釜山の名所でもあるギョンドサン公園が見えてきます。中には両手にネオンサインもあり、フォトゾーンもありました。ヨヌサン公園に上がるエスカレーターの合間に公園があります。韓国現地の方が30代40代から80代ぐらいの方まで日頃の運動やストレッチなどをされる場所です。以前韓国でした経験があったので、一度は今回の韓国旅行中にしたいなと思っていました。誰でも使える運動器具が公園に置いてあるだけなので、ぜひ皆さんも韓国に来たら公園のこの器具たちを使ってみてみてください。少し上がるとヨンドサン公園に到着します。猫ちゃん
上には免税店もあったので、もし免税店を利用されたい方はパスポートを持ってヨヌサン公園に来てください。ヨヌサン公園で少し運動して喉が渇いたのでコンビニにやってきました。なんか飲み物買おうかな。韓国のコンビニでは1プラス1や2プラス1などいろんなイベントがされているので、ぜひ見てみてください。日本のコンビニと違う点で言えばパックジュースが結構ずらっと並んでいる印象ですね。日本の韓国スーパーで購入すると2倍ぐらいの価格になるので、せっかくなのでバナナウヨを購入しました。今回日本にいるみんなのために韓国お菓子を買って帰ろうと思ったのですが、韓国スーパーで購入するよりもコンビニの方がお買い得だったので、コンビニでこのクダスを購入しました。韓国コンビニでも日本のクレジットカードを使えるので、現金がない方でも購入することができます。めっちゃいい天気やわ。韓国のアートボックスは日本でいうロフトみたいなお店ですね。アンゲコッタバイ、コッタバイや普通の花束、うん、でもこんな風に、うん、ダイソンじゃなかった。ダイソン似てる似てるやつ。かわかったカード、うん、カード可愛いか。おぬるで1000円。TXT だか、うん、ストレイキッズ、アンティフレジャー。ここでも結構みんな推し活してんねんや。ほんまやな。日本だけじゃないねんな。韓国もすんねんな。うん。グッズ1個で1200円ぐらい。そう思ったらちょっと高い気もする。さっきのとこが安い。そうやな。僕のな筆箱めっちゃすごいね。カラフルやし、もちもちやし。そう。もう筆箱じゃないよな。あ、まあ。ヒュロシンちゃんすごい売られ方してる。なんか韓国こういう長いのも結構人気じゃない？なあ。パソコンするときに。なあ。パジャマ系。
かわいい。演技クッテンコラダミキ。カダル系。ね、あ、見て、こういうのある。今日撮ったプリクラみたいなのを入れるやつね。子供には人気なの？スライム。でももっとこうグシュグシュ、あ、グシュグシュって。お、買える。ハップ。基本でも3個ですね。アイコリアユーのシールも2000ウォンで作ってみました。多い多い多い、2000円で。あ、に見て、上から、うん、このようにプサンに到着して南ポドのビーフ広場に来るだけでも十分楽しむことができます。ここは日本のロフトみたいな。チャンネル登録よろしくね。プサンといえばジミンパパが運営されているマグネートがありますよね。世界中のアーミーがプサンに集まり、たくさんのメッセージを残しているのが思い出に残ります。個人的にはパンとケーキも本当に美味しかったので、そのためだけにでももう一回行きたいぐらいのお店でした。せっかく港町のプサンにやってきたので海を見に行きたいと思います。プサンの海といえばヘウンデが有名ですよね。映画化されたヘウンデも有名ではありますが、最近の若者にはカガンリというこちらのスポットが人気です。夕日から夜にかけているととても綺麗な景色を見ることができると思います。夜になるとアートマーケットもたくさん見どころがあるので、ぜひ見てみてください。先生めっちゃ多いな。지워지는거래애기도한다지워질거니까今回せっかくの旅行なのでヘナタトゥーをしてみたいと思います。水に浸かったり赤すりをするとすぐ取れるよという説明でした。管理に行った際、運よく BTS in the Sun のイベントもありました。チャンネル登録よろしくね。韓国にはたくさんの種類のカフェがあるのですが、最近はチェジュ島のイメージをモチーフにしたカフェが人気です。チェジュ島カフェが有名。旅行先で歩き疲れたのでマッサージを受けにやってきました。 CN ブルーのチョンヨンハがプサン出身なので足跡を残してありました。 24.5 ぐらいかな。いや、もっとでかいんちゃう。あ、いや、足マッサージは2万ウォンですることができます。マッサージを受ける場所に困る方はお店の外のメニューに価格が書いてあるかを参考にしてみてください。
ャンネル登録よろしくね。あれ、わあ、タチウオ。おま、저거タタ갈치이렇게말린다。파리랑멍게。맛있는거많이했네。응。요대구볼。어대구볼。갈치。갈치。고등어。고등어。가재미。가재미。열기。열기。요것도잡숴서많이가왔다많이가왔다많이가져왔다어머니저기신생야까라이기이기시てるわあったらいい아까세조개하나주세요세조개20,000원조금맛있어요맛있어네이거만원어치만주세요네드릴게요그렇지감사합니다잘먹을게요가자チャンネル登録よろしくね。お次は韓国版の業務用スーパーのような場所のハナロマートです。ハナロマート、農産物がそのまま直でこちらのマートに並ぶので新鮮で安めの価格で購入することができます。めっちゃ広いな。どっちおつけてんの。1個がアイスクリームね。800원。800원。80円。80円。わ、ワンコード。おお、3万なの。もごっとっぱ。ごっとっぱ。メロナが60円。60円。メロナ食べたいかも。うん。甘んな。めっちゃ싸다。60円。ほい100円や、100円。アイス安いでんな。이거는복숭아라그래복숭아한국말로복숭아하나둘셋넷다여일곱개일곱개나나거리를28,800원여덟개열개에28,000원이거720원다섯네개에그러면오신세야까라내줘가인야시몇자야시나그러면얼마하나에생애좀달걀형이네달걀형어어수박이좀튀기네날씬하네스토마카고みたい에진짜싸다이거사가야되겠다어할수있나이거4,000원인데요몇자야지이거이거어디거냐면국산이야창녕대구거야대구다갓대몇자야지600거에700거에어이거싼거지어어까져그까져있잖아응있는거흑이거는그일본에갈때손오마마못돼있다라아까쓰지전부알았대그래간소시다그래와아까손오마마지금본나손오마마아노태양초라고햇볕에말려서아노희희대뒀다야다놀라마이거프랑스랑똑같아가게하시는분들이많이사나보다그렇지오롯이오롯이みたいな感じ이건좀비싸이건자인건데유명해오래된대체레시쯔부쯔쯔부쯔부가있는게맛있거든좀비싸긴한데그칸보는요리할때팔았어이거요새조세호르몬하고도좋고청국장가루한스푼씩먹으면좋은데천원어이거좋아이거섯더덕이게호르몬이네싸다몇자몇자야수인데맛비싸지 1.4kg 대그논에다였나안성탄면가이거갔다라1個200원짜야수에몇자수이영짜야수몇자야수이냐에몇자잖아요예오미자거꾸로거꾸로안팔려한국한가그쵸790원하니까그래와나요다베베베베베베뭔가전체적인데가큰날베베호시연술을300원이건몇대였어안녕하세요
ンネル登録よろしくね。포차가다크네시장인가チャガルツ市場周辺の平安市場の中におすすめの超穴場があります。ここはまた昨日と違うな。アイスコーヒー150円や。釜山の現地のタクシー運転手たちも超穴場と認めるこちらのサムチョンポ食堂。テジプルペクという一人当たり1万ウォンの定食がおすすめです。各種おかずのサービスに加えて焼き魚が食べ放題、炭火焼きの豚肉までとても美味しいです。1万ウォン、1000円ちょっとでこのテーブルいっぱいのおかずとご飯を食べることができるので、ぜひ行ってみてください。韓国最大級の海鮮市場チャガルチ市場の周辺なだけあって、海鮮のおかずがずらっと並びますね。ヤンニョンケジャンもサービスで入ってたので、ぜひ皆さんも食べに行ってみてください。日本の手首が全然辛くない。マッコリンじゃなくて本当に飲んだ。お酢は잘되겠다야。長いスープで이거하고옛날된장딱넣고딱넣고딱겉절이이상싸돼있어。チャンネル登録よろしくね。あっちがパリ。釜山観光名所として外せないといえば、カムチョンムナマウルですね。釜山出身の BTS ジミンとジョングクの壁画もあります。あれ、チャガルチ。次にご紹介するのは韓国の現地の方に聞いた穴場の刺身屋さんです。그러니까물어봐야지체인점말고맛있는집이야고기드실거예요배드실거예요お肉か魚で聞かれたので、お刺身でお願いしました。おすすめされたのはすぐ近くの刺身屋さんです。後から調べてみると、ブログとかでも人気の穴場の刺身屋さんだったそうです。네한불로딱가면오른쪽꺾어요네가면1층에횟집이있어요네네결국은해먹게되네요감사합니다네자갈치가전포카페거리래여기가카페거리네
めっちゃ穴ある。今回私たちはこの白というお魚を中のサイズで7万ウォンでいただきました。韓国ではチョノといってとても人気のお魚ですが、日本では生ではなかなか食べれないお魚だそうです。韓国の刺身屋さんではサービスにチヂミやうずら卵が出て、最後には締めとしてメウンタンが出てきます。すべてのサービスが込みで7万ウォンとお手軽な価格で食べれることができました。魚がプリプリ、お肉骨付きやから気をつけて食べないと、ね、もちもちのスイトン。クシクシ110円。見てこれ、チャカビ、チャカビ、チャカビ、ワンクムツリ、市場とかで売ってるやつもこうやって売ってますね。チャンネル登録よろしくね。最後にご紹介するのは釜山駅の中にあるケミチプというナッコプセ専門店のお店です。ナッコプセとはナッチ、セウ、ポプチャン、タコ、エビ、ホルモンの辛めの鍋料理です。釜山に本店があり、チェーン店がいくつかあるので、ぜひ旅行先で食べてみてください。同じ鍋に出てくるから、こちらはナッコプセ4つにしました。どれにした？ポトンマン。혼자먹으면안돼 혼자줘야지 5분 후에 섞어주세요 네
分後に5分後にサッパージュレ、5分後に混ぜてください。많이줄어들면굴국어드시면오주년전통의낙곡새日本海は釜山の高速の15スポットをご紹介しました。ぜひ参考にしてみてください。いつもご視聴ありがとうございます。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。